列風。列風は日本海軍の艦上戦闘機。設計生産は三菱航空機。略符号は A7M。連合国のコードネームはサム。1943年8月以前の試作名は17市艦上戦闘機。定式艦上戦闘機の後継機として試作され、試作機発機が完成し、正式後の量産機は、 未完成のまま終戦を迎えた。開発指向者は冷戦や雷電などと同じ堀越、二郎である。全体を流戦型でまとめた機体形状は、空力的に優秀とされるものの、冷式艦上戦闘機と比較して機体が大型であり、運動性を重視した軍部の要求により、翼面荷重を同時期の他国の戦闘機より、低めに抑えた設定であった。開発の遅れから、 量産機の完成は間に合わず、終戦を迎えた。A7M1 は、機体全部とエンジンカウルを絞り、機体後部へ、滑らかな曲線を引くことによって、空気抵抗を軽減することを考慮して、設計されている。エンジンカウルについては、A7M1 では強制冷却ファンを装備した誉れ22型に、することで、機種全端を絞り、 さらに大型のプロペラスピナーを装備して空気抵抗の低減を図っている。プロペラ延長軸による機種延長は採用されていないが、気化機器や潤油冷却技用をエンジンカウル内に収めることに成功している。風洞模型から計算された空気抵抗係数は0.0147とされ、すべての戦闘機のデータが公開されているわけではないので断定はできないが、 空気抵抗係数では、第二次世界大戦当時のレシプロ機としては、トップレベルであったと言われる、参考までに、BF109E は0.0344、PE-36 は0.025、現代の自動車では0.3を下回れば、極めて良好とされる。A7M2 では、発動機変更、波4311型により気化機械やウルー、油冷却技用の空気取り入れ口が、 エンジンカールの外に設けられたため、A7M1 ほど機種を絞ることはできなかった。30メートルを超える面積を持つ主翼については、内翼側は胴体に垂直、外、翼側にやや強めの上、返り頭脳を持つ。くしくも回6回、ヘルキャットに近い主翼面積になったが、来電と同様、内翼側が、相流翼に近いもので、 外翼側に行くにつれて、通常の翼型に変化する、操流翼に類似する形状を採用している。短距離離着陸が求められる感染に、必須の高用力装置としては、スラット式の親フラップに、空戦フラップを兼ねるスプリット式の子フラップを組み合わせた親子式フラップを装備していた。空気焦正空合式自動空戦フラップの装備も、 予定されていたが完成する前に終戦となった。A7M1 初期試作機は主翼内に大容量燃料タンクを装備していたが、A7M1 後期試作機や A7M2 では翼内タンクを自動防老式防弾タンクへと変更しており、これによる燃料タンク容量の減少に対応して、胴体後部に燃料タンクを増設している。 急降下制限速度については、計画要求書では450ノット、時速 833.4km、後にやや引き下げられて425ノット、時速 787.1km を求められていた。しかし、完成直後の A7M1 試作機は、主翼の強度が不足していたため、とりあえず制限速度を350ノット、 時速 648.2km に引き下げて試験を行う一方で主翼の補強が行われた。その後、補強が行われた A7M1 試作5号機を用いた振動実験により、主翼の強度向上が確認され、風洞実験から算出された急降下制限速度、冷戦の急降下制限速度と同じ算出方法は、要求性能に歩到達している416ノット、 約時速 770.4km だった。列風を含む日本製戦闘機全般に共通する弱点として指摘されることの多い急降下制限。速度だが、同時期の米海軍艦上戦闘機を見ると、機体規模が近い、海6海、ヘルキャットはマイナス3型が415ノット、時速 768.6km、マイナス5型が430ノット、 時速 796.4km。海洋ユーポルセアはマイナス1型系が400ノット。時速 740.8km。マイナス4型が425ノット。時速 787.1km で、より新しくて、小型の F8 回。ベアキャットでも425ノット。時速 787.1km であり、日米で大きな差がないことがわかる。 環状機として開発された、艦境上、翼端から約1.7メートルのところに、主翼折りたたみ機構、紙型折りたたみ式を備えていたが、強度不足の主翼を補強するために A7M2 試作3号機以降は、折りたたみ部を結合する予定だった。A7M1 に搭載されたホマレ22型、NK9K は、自然改め、N1K2J や再分。 C6N1 が搭載したホマレ21型 NK9H2A7M1 用として強制冷却ファンや燃料噴射装置を追加した性能向上型として計画されが開発の遅れから燃料噴射装置は装備されず機械機を装備したものが A7M1 に搭載された C6N1 試作機にも搭載されている誉れ22型を装備した A7M1 が 予定性能に達しないことが判明した後、ようやく完成した燃料噴射装置を追加したホマレ24型 NK9KS への換装が計画されたがこれは行われなかった。A7M2 に搭載された H43 から11型 NK9A は海軍では姿勢宣伝 J4M1 や姿勢神殿 J7W1 陸軍では木74や木83への搭載が予定されており、さらに自然改め、NHK5J や細分、C6N4、流星、B7A3、4式戦疾風にも波43搭載型が計画されたが、本格的な試験飛行を行うところまでこぎつけたのは、A7M2 と木74、木83だけである、A7M2 試作機に搭載された43は、 t 83試作機用の発動機を流用したものである。ハ43は誉れより信頼性が高いとする説が多いが、ハ43は終戦時においても大量生産可能な段階に至っておらず、また A7M2、キ74、キ83に搭載された、ハ43に例外なく、不具合が多発していたという記録が残されていることから、近年は、 ハ43の信頼性に否定的な意見も多い。実際、非正神殿は仮想試験、不要試験が成功して、本格試験に入る直前にハ43に故障が起こり、これを修理するために、三菱の技術者の到着を待ってたところで終戦を迎えている。なお、ハ43から11型は、前回高度が5000メートルと境21型よりも低かったため、量産型は、 全開高度を6600メートルに上げて、高高度性能を向上させた、四43から12型に換装する定めだった。計画書で要求された武装は99式2 0ト、mm、ル2号、機銃、蛍光弾数、角200発と3式1 3 2ト、mm、ル機銃、蛍光弾数角300発、角2丁ずつで、17士幹船開発が始まる。 直前に試作機が完成した冷戦32型や14曲線の 20mm 基銃プラス 7.7mm 基銃、角2丁よりは重武装だが、同時期に開発が始まった14四曲線や1号曲線の武装強化型、それぞれ後の雷電21型と資源11オツ型の 20mm 基銃4丁や、同じ17ミの姿勢宣伝。 J4M1 の 30mm 機銃1丁プラス 20mm 機銃2丁に比べると火力は低かった。後に3式 13mm 機銃を99式 20mm2 号機銃に変更する指示が出され、それに基づいた解説計が行われているが、99式 20mm2 号機銃を4丁、装備した機体は完成しなかった。爆笑については、 左右の主翼下に三十から六十キログラム爆弾用の堅調下が装備されていたほか、a 七 m 二では、胴体下に設けられた落下式造層の堅調下を五十二平方対降の例、線や、自然改め等と同様の爆弾化圏用のものに付加している。計画要求書には、防弾は特に考慮せずとあった、防弾ガラスを追加装備できるように考慮することは記載されていたため、 当初は自動防老式防弾タンクや防弾板の装備は考慮されていなかった、後に戦訓に基づいて自動消火装置や自動防老式防弾タンク、防弾ガラスの装備が要求されたため、それに応じた設計変更が行われている。開発開始時は当時の命名基準に従い、計画開始年度、昭和と機種名を並べて17種艦上戦闘機と呼称された。 1943、昭和18年7月27日の分類、命名基準の変更に伴い、名称を、試作機の時点から、正式機動用に付与するように改定され、姿勢レップルと解消された。軍用機の命名規則も参照。昭和15年、1940年末、海軍は冷戦の後継艦上戦闘機として、16、 四環状戦闘機の開発計画を三菱に内示した。しかし、新型戦闘機に搭載可能な小型高出力、発動機が実用化されておらず、また三菱でも、堀越二郎技師率いる設計陣が当時量産が開始されたばかりの零戦21型に続出する初期故障への対処と、仮称二号零戦 a 六 m 三後の零戦十二型や十四四極地戦闘機、 J2M1、後の来電の開発で手一杯であったため、翌昭和16年、1941年1月に、計画は一旦中止となった。それから約1年後の昭和17年、1942年4月、海軍は改めて冷戦の後継機として17、主艦上戦闘機の開発を三菱に内示、同年7月に海軍が提示した、17主艦上、 戦闘機計画要求書に記載されてい、要求性能は概ね不可のようなものであった。昭和17年、1942年10月17日、17、主艦上戦闘機計画要求書を作成した、軍令部の井上中佐は、戦争が長期化する可能性を考えると、2年先に敵に対しなお優位を保つためにはどうすればよかという見通しを立てなければならない。 今後2年先を見通すなら、敵の戦闘機の最高速度はおそらく350ノット、時速約650キロ程度になろう。それは、冷戦より60ないし70ノットも上回る。したがって17士艦船は、あくまでも、速力を第一にすべきであって、計画要求の345ノットを緩めるわけには、いかない。それは、敵戦闘機に対抗できる速力の、 ギリギリの数字であると主張。この意見に対し横空戦闘機隊長、花本澄と少佐が、実戦的にはあまりに速力を変調することに不安がある。冷戦は、速力だけでなく、空戦性能が優れているから、敵を制することができるのであって十七士官戦にも、冷戦程度の空戦性能を確保する必要があると反論し、小林義と中佐も、花本と 同意見と主張した。結局、軍令部も従来通り、空戦を第一に決めた。開発開始にあたってまず問題となったのは、多くの日本機と同様に搭載発動機の選定であった。要求性能を達成するには最低でも2000馬力級の発動機が必要と考えられ、候補としては、中島飛行機が海軍と協力して、開発を進めていた n k 9 後の誉れとそれを追う形で、三菱が開発していた、MK9、後の波43の二つしか存在しなかった。どちらも、空冷複列14気筒の千馬気球発動機で、ある栄と金星を18気筒化することで2千馬気球を狙った高性能発動機であり、n k 9は馬力の小さい初期型ではあるが、すでに海軍の審査に合格してもシリク上爆撃機。 p1y1 あとの銀河で各種試験が実施中であるという強みがあり、mk9 は nk9 よりやや大型ながらより大馬力を期待できるという強みがあった。しかも海軍側から計画書では 150kg マイメートル程度とされている、翼面過重値、機械重量を主翼面積で割った値を 130kg マイメートルに抑えてほしいという要望が出されたことがさらに問題を、 複雑にした。三菱の試算では、NK9 を搭載した場合は、翼面下重値を 150kg ム毎メートルとしても、馬力不足のため最高速度などの要求性能を満たせず、NK9 を搭載した場合は、翼面下重値を 130kg ム毎メートルとすれば、なんとか要求能を満たせるという結果が出た。しかし、MK9 の開発は、NK9 より遅れており、 MK9 を搭載する場合は、NK9 搭載の場合より17主間線の実用化は遅れると予想された。事実、波43の量産開始は、誉れより1年ほど遅い昭和19年末になった。このため、開発開始が当初計画より1年以上遅れている17主間線の早期実用化を重視して、NK9 オース海軍と要求性能の達成を重視して、 MKQ を押す三菱の間で意見の対立が起きた。4ヶ月以上に及ぶ議論の末に、海軍は NKQ を搭載するように三菱に通知するという、やや強引な手段で決着をつけ、三菱側はかなり不満を抱きながらも、この決定に従っている。翌面過重値の問題については、1 3 0グラム毎メートル案。 主翼面積三十点八六メートルと151キログラム毎メートル案、同十八メートルの両方を試作して、性能良好な型を採用することとなり、まず百三十キログラム毎メートル案を先行させることに決定された。その後、防弾装備の追加等による重量増加により、百三十キログラム毎メートル案の主翼でも、翼面荷重が百五十キログラム毎メートル前後まで、 増加したため、150kg ム毎メートル案の主翼は、試作されなかった 984? あとの4式戦疾風でも装備追加による重量増加が起き、計画当初の主翼では、翼面下重値が高くなりすぎるため、試作二号機以降は15%ほど面積を増した主翼に変更している。設計陣が、相次ぐ冷戦の回収や、来年の不具合対応、工場が冷戦と、 一式立候の生産で、手一杯の状況に陥ったこともあり、A7M1 試作1号機の完成は、開発開始から約2年後の昭和19年、1944年4月に、混ぜれ込んだ。同年5月に初飛行すると、直ちに試験飛行が開始され、操縦性、安定性、視界、離着陸性能に問題がないことは確認されたが、 最高速度は零1二十一型にも劣る二百八十三ノット、時速五百二十四点一キロメートル前後、上昇力に至っては、高度六千メートルまで十分近くかかり、計画値に全く及ばなかった。海軍側から指摘された、機体仕上げを改善することにより、最高速度は零1五十二型、A6M5 波の1ノット、時速 574.1km にまで、 向上したもののやはり計画値は及ばず、上昇力に至っては全くと言っていいほど改善されなかった。飛行試験の結果から、三菱側は誉れの出力不足を疑い、A7M1 から下ろした誉れのベンチテストから高度6000メートル付近での出力が計画より2割程度低下し、1300馬力程度しか出ていないというデータを海に提出。 これが最高速度と上昇力の不足の原因であるとして、ハ43への感想を主張した。昭和20年、1945年1月付の、市政主電改め操縦参考書や岩や、A1 技術中佐の改装から、明らかなように、当時の誉レ20型は誉れ10型と同じ条件で、運転するよう制限されており、 最初から定格より1割ほど低い出力しか出せない状態であった。しかし、三菱のベンチテスト結果と A7M1 が装備した誉れは一番性能が低下していた頃に生産されたものという中島飛行機の誉れ弾車の改装から A7M1 に搭載された誉れ22型の出力が運転制限された誉れ20型より低かったのは事実と考えられる。 しかし、A7M1 より半年ほど先に初飛行した、自然改め、n 一 k 2 j が、同じ誉れ二重型備えながら高成績を出しており、その艦上戦闘機型の開発にも目処が立ったことから、海軍は、昭和19年、1944年7月は四43への感想は認めたものの、翌8月に A7M1 の開発を中止、列風改め、後術の開発は、 続行して、自然改めの転換生産を行うように三菱に指示した。この決定に対しては、堀越二郎も強い不満を持ったとされ、戦後に、派43さえ最初から使えていれば、と述べたと言われる。ただし、A7M1 の開発開始時点で四43は、海軍の審査にも合格しておらず、量産開始に至っては、A7M1 開発の中止と、 資源改め転換さんが指示された4ヶ月も後のことであり、最初から使いたくても使えない状況だった。仮称 A7M2 として開発の始まった発動機乾燥型だが、名目上は開発中の列風庫コード型の基礎データ収集のために、三菱が独自に製作する実験機であったため、資源改めの重点生産を計画していた海軍が正式採用する。 可能性は低い状況だった。A7M に試作1号機は昭和19年1944年10月上旬に完成し、初飛行後直ちに行われた飛行試験において最高速度337ノット、時速 624.1km、上昇力高度 6000m まで6分5秒という17、市間線の要求性能をほぼ満たす。 高成績を記録。これを見た海軍は市場と審査用に試作機の領収を三菱に申し入れた。その後、冷戦との間で行われた空戦実験において、空戦フラップを使用すれば冷戦をしのぐ空戦性能を発揮できると判定された。この結果を K7M に列風として昭和20年6月に正式採用された。 A7M2 の試験飛行を担当した、小福電素少佐は、地上滑走から、離陸、着陸とも、操縦視界も良く、操縦が容易である、あの飛行機だけは、もう一度操縦して、思い切り飛んでみたい気がすると語っている。しかし、三菱での飛行試験が終了した、直後の昭和19年、1944年12月から、翌昭和20年、 1945年1月にかけて頻発した東南海地震と B-29 による爆撃のため、三菱の工場は壊滅、波43の大量生産は絶望的となり、生産計画も年産120基ほどに止まった。この後も繰り返される空襲とそれに伴う地方への疎開による混乱のため、未だ発動機と機体ともども未完成な部分を残す。 A72 の回収と量産準備は、父として進まず、終戦までに A7M1 試作機3機が A7M2 へ回収されたものの、4号機を除いて、事故や爆撃で失われ、残り4機は未回収、量産機は完成直前で終戦となった。昭和18年、1943年をはじめ、日本陸海軍は B-17 を超える。 重爆撃機 B-29 の実用化が間近であることを察知し、これに対抗する高高度戦闘機として海軍は、姿勢天雷、J5N1 や、姿勢陣風 J K、J6K1、姿勢神殿、J7W1、陸軍は機87や、機94の開発を開始した。とはいえ、新型機の実用化にはどうしても数年の時間が必要であり、これから設計を始める。 新型高高度戦闘機の実用化より B-29 の実戦入りが早いのは明らかであった。このため、海軍は新型戦闘機実用化までのつなぎとして、設計及び試作が進んでいる戦闘機の高高度戦闘機への回収も並行して開始した。高高度戦闘機に必須と考えられた、ハイキタービン化球機や強力な火器を搭載するには、 機体容積に余裕のある大柄な機体が適していると考えられたことから当時開発中であった戦闘機の中から太い胴体を持つ雷電と姿勢烈風が候補に上がり A7M1 試作1号機が完成する数ヶ月前の昭和19年1944年初頭から姿勢烈風の設計をベースにした高高度戦機の開発が開始された この高高度戦闘機型は A7M3J0 プー改めと、仮称され、発動機を排気タービン下級機付けの波43から11型、ルニ、乾燥、武装5式 30mm 固定機重力内4丁、胴体内に、胴機銃2を、車重として、追加、実用上昇限度 1300m、最高速度347ノット、時速 648.2km を発揮する。 ことが予定された。このため、操縦席と尾翼周辺、主翼の一部を除いて大幅な解説系が必要な新規設計に近い大規模な改修を施されることになった。発動機関層による馬力増大と比較して、装備増加による重量増大が大きいことから、計画通りの性能が達成できるかという器具と、地震や 空襲の影響による作業の遅延の中で会が進められていたが、試作1号機の完成前に終戦となった。また、昭和19年、1944年4月頃から、新たな極地戦闘機型の開発が開始された。これが、堀越二郎、冷戦において、A7M3 レップ性能向上型として、紹介されている機体で、好成績を収めた。 A7M2 の発動機を高高度性能の高い波43から51型に換装。武装を、翼内99式 20mm2 号機15型6丁に、強化、高度 8700m において、最高速度347ノット、時速 642.6km を発揮することが予定されており、回収に無理が少ないことから期待を集めたとされるが、 やはり試作1号機が完成する前に終戦となった。敗戦に伴い、他の日本機と同じように烈風も、米軍から引き渡し命令が出た。終戦時に横須賀空のテストパイロットだった、小福伝祖によれば、新中軍から烈風を引き渡すように命令されたが、完全に破壊されているため不可能という返事を、繰り返し、呼び出しを受け、米軍少佐パイロットから、列風の詳細について、 質問を受けたという。三菱関係者によれば、松本へ送られていた A7M1 作機のうち1機を修復して引き渡したと回想している者も,もいる。戦後かなり経過してからアメリカで行われた調査では、列風の実機は発見されていな。なお、終戦直後に量産1号機が名古屋港沖に登記されたが、戦後その場所に防波堤が築かれてしまったため確認は不可能である。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。